新たな高浜名物として高浜町商工会の青年部らが商品化を進めている高浜ドッグの試作品が完成し、このほど商品の出来栄えを確かめる試食会が行われました。高浜町商工会青年部では新たな高浜名物を作り出そうと地元食材にこだわった新商品の開発を行っていて、去年10月にはイベント限定で高浜バーガーを販売し、今回その第2弾として高浜ドッグの商品化を進めています。青年部がプロデュースする高浜ドッグは、町の特産品米粉を使ったかまぼこをホットドッグ用のパンで挟むというもので、普通のかまぼこよりもちもち感が楽しめます。この高浜ドッグは青年部が実行委員会を立ち上げ、今年初めから商品化に向けて開発を進めていたもので、町内のイベントで実験販売をするなどして、このほど2種類の試作品が完成しました。ご当地バーガーっていうのがやはり数多くありますので、何か高浜の目玉になるような変わったものができないかなというところから高浜ドッグを制作しました。私の知る限りでは、ご当地ドッグっていうものは、他に存在しないのではないかなと。で、今後これが町内に、認知され、生涯 県内県外へどんどんと高浜ドッグのネームバリューが、広がっていけばなというふうに考えております。この日は青年部の会員や今後高浜ドッグ作りに協力する町内のパンやらおよそ15人が集まり、試作品の高浜ドッグを味わいながら意見を交わしました。最初に A だけ見てたんですけど、意外と美味しかったです。米粉を使ったその今、旬といいますかね、そのバーガーがこれから高浜で出るということなんで、味自体は好みもありましたけど、それが各店舗の個性の味、それでいけるんなら良いかと思いましたけどね。高浜町商工会青年部ではこの高浜ドッグを今月24日に開かれるいさりび荘で500個限定で販売することにしています。